皆さん、区バス、住民バスってご存知ですか？ここでは新潟市で運行している区バス、住民バスについてご案内します。区バス、住民バスの特徴として、通常の路線バスとは違い、均一運賃が採用されていることが多いです。どこまで乗っても運賃が同じなので安心ですね。また利用ニーズに合わせて狭い道でも運行できるように、多くの路線が小型のバスやジャンボタクシーで運行されています。区バスは駅や公共施設、大型商業施設など区内の主要な施設を結ぶ便利なバスです。電車で駅まで来たら、区バスを利用して駅前からお買い物に行くこともできます。もちろん通学にも利用されています。住民バスは名前の通り、地域住民が主体となって運行しているバスです。自宅付近から区の中心地への移動手段を担っています。例えば住民バスを利用して学校へ行ったり、スポーツなど体を動かしに体育館へ行ったり、駅から地域の商店街や大型商業施設へお買い物に行くこともできます。区バス、住民バスを気軽にご利用ください。